今回ご紹介するのは JR 東日本烏山線の下野花岡駅です。下野花岡駅は栃木県塩谷郡高根沢町大字花岡にあり、1934年昭和9年8月15日に下野花岡駅として開業しました。当駅は放射くじ駅管理の無人駅で、単式ホーム一面一線を有する地上駅です。当駅は1987年昭和62年4月1日の国鉄分割民営化により JR 東日本の駅となりました。1990年、平成2年12月1日に駅名の読みを現在の下野花岡に改称しました。2009年、平成21年3月14日に当駅は東京近郊区間に編入されましたが、烏山線は IC 乗車カード Suica の利用対象外となっています。
今回はご視聴ありがとうございました。またのお越しをお待ちしています。